アンティポロは、フィリピン北ブルソン島カラバルソン地方の都市で、リサール州の州都である。名称は、ティポロに由来している。17世紀前期に当地域に安置された聖母、マリア像、平和と前期航海の聖母にまつわる伝承にちなんだ、名称と言われているが、イエズス会市、ペドロ・チリーノの、フィリピン記事ではすでに、アンティポロという名称が見られる。 シエラ・マードレ山脈の中原に位置し、市内の半分は、海抜200メートルの高原に位置する。南には、バイコがある。面積は385.0444平方キロメートル。人口は77万6386人で、ある。1578年、フランシスコ海の宣教師によって作られた集落は、アンティポロの始まりとされている。 1591年に、イエズス会の伝道書となり、次第に拡大していった。1626年から1632年まで、フィリピン総督を務めたファンニーニョでタボラガー・カプルコから、持参し、聖母、マリアの彫像は、イエズス会に授けられ、アンティポロの教会に移転された。やがてこの、前期公開の聖母は、マニラガレオンの守護聖人として、 全国的に大きな注目を浴びて、その結果アンティポロはフィリピンのキリスト教において重要な巡礼地となった。1853年、トンド州に属していたアンティポロはモロン州の一部となった。1864年、町の行政はイエズス会からアウグスチノ会レコレクト派に渡った。 アンティポロ市役所フィリピン第一共和国下でも、ロン州の州都となったが、米非戦争の勃発後に、町が、米軍に占領されたため、代わりに、他内が、州都に指定された。1901年、町は、モロン州とマニラ州の一部から作られたリサール州に、入った。ヒヌルーガンタクタクの、滝地元の伝承ではあまりにもうるさかったオオガネが、 落とされた場所とされている。太平洋戦争の際、マニラ周辺の住民の避難先となった町が日本軍に占拠され、1945年に米軍による空襲にあった。日本軍の兵舎となった教会は大破したが、聖母像は空襲の前に住民たちによって密かに持ち出されたため被害を免れた。1952年、町の名所。 ヒヌルガン・タクタクの滝は国立公園に指定された。アンティポロ教会の再建が1954年に完成し、1983年にアンティポロ教区がマニラ大司教区から独立した際に司教座制度に格上げされた。1998年4月4日、フィリピン共和国法8508号を根拠として町が都市となった。 リサール州の旧州とパシッグの州の西側一部が1975年にマニラ首都圏に組み込まれたことに伴い、州政府はアンティポロ市に行政機能を移転し、パシッグにとって代わって事実上の州都となっているが、法律上においては未だに承認されていない。2011年3月14日に当時大統領ベニグの秋の賛成によって、 高度都市指定を受けている。フィリピンの巡礼の中心地、または巡礼都市と称されるアンティポロは古くから巡礼地として有名であり、今でも大聖堂を訪れるカトリック信者は絶えない。イエスキリストの死と復活を記念する青春館や聖母、マリアを称える5月には特にマニラからアンティポロまで徒歩巡礼する人は多い。 最も知られている当地の名産物は、マンゴー、カシューナッツ、スーマンである。中心街マニラ首都圏から、アンティポロ市内への交通手段は、バス FX、ジップニー、一般タクシーに限られる。スムーロンハイウェイからオルティガスアベニューに接続する、経路で、民間のバスが不定期に運行している。アンティポロ大聖堂近辺とマニラ首都圏を結ぶ、路線が、 UV エクスプレスによって24時間運行されている。アンティポロ市周辺より、ケソン市のクバオファーマーズマーケットを結ぶ路線がある。市内では一般的に利用される交通手段はトライシュクルである。平和と前期航海の聖母ボソボソ教会。ありがとうございます。